い、こんにちは、アムです。ラーミア装備福引きやってまいりました。イオナズ、イオナズ、イオナズ、はい、イオナズをゲットすべくガチャ引いていきたいと思います。絶対ね、かっこいいよね、使えたらっていう、そういうね、呪文の特技の一つですよね。あー、今回は1回目はかぶりでした。鎧、外貨の鎧下。続きまして、20連目、いきます。イオ系なんですね、今回は。お、もういる、もういる、もう虹がいるよ。え、なかなかいいんじゃないですか、今回。あ、え、3つ。はい。落ち着けー。落ち着けー。はい。あー。キラーピアス。まあね、毒のね、ついている武器なので、使いどころによってはね、結構、相手によっては使えるところもあると思うんですが、今回は違うんだよね。あー、クリスタルクロ、これもね、これもね、イオね、ゴッドスマッシュね、結構使えるんでね、今回もね、イオ強いってことは、まあ、いいんじゃないかと。あ、光のタクト来ましたね。実は、もう今回の当たりではないんですけど、っていうか武器3連？武器3連は結構、え、結構すごくないですか？光のタクトはね、全体回復癒しの風がね、ついている武器なんですが、実は全体回復一つしか持っていなくて。なのでね、どうなのか？あ、なのでね、ありかとね、思うんですけどね。あ、プラチナトレ、引きはいいんだけどな。なので、今回は幻突せずに育てて、絶対回復持ち2人にするために使うのもありかなって思います。はい。じゃあ、40連目です。お願いします。もうなんかこんだけ引きがいいならなんなら、来てくれ。お願い。お願いします。あ、虹は来るんだよな。もう前回の、もうなんかまっさらな引きに比べたら、救いはあるんですけどね。ね、こんな、お家にね、いてね、やることが、多いね、時期で。まあ、ちょっと外にね、行けないのは残念なんですけど、なのでね、ちょっと気持ちだけでも、アゲアゲな感じでね、行きたい。あ、来たー！ラーミアの羽衣下ですね。下装備が来ました。いや、でもせっかくだからね、下だけあってもね、ちょっと、見た目的にはね、このラーミアの装備の上に、ちょっとね、こう露出高めの服とか合わせるとちょっと民族衣装みたいで、可愛いかなって思うんですけど、まあ、下だけじゃなくね、上なり向きなりね、た方がいいんじゃないかなって思うんですけどね。思うんですけどね。お願い、お願い。お願いします。お願い。じゃん！あ、2個、2個、これあるぞ。あるぞ。待機。ちょっと、物欲を一回、下ろしてね。そっと、足りないかな。ちょっとなんか物欲が出るとね、ダメっていうことなんでね。ちょっと、心を落ち着かせて。あ、来たあ、来たあ、上頭装備来ました冠棒やった来た来た来た頭はどんな感じだったのかっていうと、イオ属性の、耐性がついてますね。賢者に有利な武器ということで、まあ、魔法よりですね。あー、でもイオナズン使いたかったな。イオナズンの使い手になりたかった。ということで、皆さんはイオナズンの使い手になれたでしょうか？引き続きね、お家で楽しめるものをね、中心に遊んでいく感じになりますが、お家でね、まったり楽しんでいきましょう。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。